白菜ぐすよ中華なびら、コム三神広め会の上田理長委員、西町という旅の整備、今年はですね、本土復帰、沖縄が祖国復帰40年の年なんだそうです。で、私がちょうど中学1年生だったんでしょうかね、ドルが円に変わったあのことをよく覚えてます。あれから40年で、最近 YouTube、Facebook、ブログ、Ustream なんかやっていて、本当に沖縄から海外行ってる人たちがたくさんいましてね、私の下手な三振でもふるさと沖縄のことを思い出しますよっていう方が多いんですが、それが今では、沖縄県外の人たちが三振を持って海外で弾いてる人たちもたくさんいます。そんな時に、思います。沖縄民謡ってちょっと敷居が高くて、沖縄県外の人にはなかなか、馴染みがなかった島唄ですけども、今、沖縄島唄がもう沖縄のもの、沖縄の人だけのものじゃない、日本の島唄っていうような感じをとても受けます。そんな時に、ふとですね、昨日ふるさとっていう、うさぎ多いし鹿の山、ふるさとってありますね、その歌がなぜか、浮かんだんです。で、なぜかちょっと口ずさんだら、あ、すごくいい、これ三振で弾けたらいいなと思って、三振を手に取って歌ってみたら勝手に指が動くんです。これびっくりです。そんな感覚初めてなんですよね。それをちょっと、昨日夜だったんで、ちょっとあのクンクンし楽譜に譜面に下ろした、起こしたらできたので、まだ完全には覚えてないんですけど、あの沖縄から海外へ行ってる、皆さんにふるさとの音は島唄だけじゃないっていうイメージで、お届けしたいと思います。ふるさと、いやいや、お届けされた。